メンタルエステスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介していきたいと思います。今日のブログはこちらです。今日のブログは、昨日の月読み様のメッセージの解釈となります。自分の才能に気づいてそれを育てていきましょうという内容になっています。よかったらブログを読みください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索。セラピスト養成、セラピストになりたい人はメンタルエステスクールにで検索してみてください。よろしくお願いいたします。